橋田文化財団のセミナーです。石井福子さんとそのゆかりの俳優さんとの対談です。で、今日のゲストは井上潤さんです。よろしくお願いします。井上潤さん、あの石井福子さん、あるいはその橋田壽賀子さん の、 あの脚本のドラマもたくさんお出になっていらっしゃいますけども、一番最初に石井さんとお仕事をなすったのはどこら辺か覚えていらっしゃいますか？あの石井さんと初めてのお仕事ったら、これありがとうですね。その前にも日曜劇場、あそうで日曜劇場でご一緒でしたか。すいません、またもうこっちが覚えてなくちゃいけないのに石井さんの方が覚えてなくて。日曜劇場で、はい、それをか純ちゃんはうちで会ってるもん。そうなんですよ。あのこれね、あのなんとこの石井さんとの出会いっていうのが、実はあのお母様でいらっしゃる三増信さんのおかげで出会いがあったということ。これあのどういうきっかけで僕のことをあの知ってくれたんですか？わかんない。わかんない。そこでいきなりうちメーターから、はい、どうしたのって言った。どうしたもこうしたもないわ、うちへ来たんだもんって言ったの。懐かしい。そうですね。あのこの時あの僕はね、あの石井さんからお話聞いたんだけど、あの実はね、うちへ、まあ、その時あのお家も赤坂にありましたから、はい、ちょうど TBS であのお仕事して、ちょっとあの石井さんが実家に顔を出した時に、今あんたにそっくりなね、あの人を見たわよって言った。そしたら石井さんが誰って言ったら、あこの子よって言ったのが僕だったんですよ。ちょうどあのほらあらったら、ほらだってほら見てごらんなさい、目がこんなに垂れてるって。もうここね、だからこの僕はね、今でも思うんだけど、垂れ目でよかったなと思って、じゃなかったなって、このお母さんの印象に残んなくて、石井さんとはお会いすることができなかったんだけど、まあそれから、こうやってお仕事をあのいっぱいさせていただきまして、あのそうですね、あの日曜劇場から始まって、あのありがとうに声をかけてくださって、それまであの僕もバンドの方で、あのまあ多少あの若い方たちから、ああの純ちゃんみたいなことを、はい、あの言われてる時があったんですけど、僕はねびっくりしたのはね、このありがとう出てからもう行く先々で、あの牧雄ちゃんって役だったんですよ。牧雄ちゃんとかね、純ちゃんとかね、えっつってね、すごい反響なんですよ。それも北海道から南は沖縄までっていう感じで、あこれすごいなって、その時初めてね、あの井上潤という名前を、まあ、石井さんの番組ありがとうで、ね、あの皆さんに知っていただいたっていうんですかね、もう本当にもうありがたいなと、もう本当に今ね足を向けてね、寝られません。今でも寝れませんよ本当に。足上げて寝てんじゃない。わかりますか。あのちょっと、はい、ありがとうのちょっと映像をちょっとご用意いたしましたので、これ、第3シリーズですね、はい、おばあちゃんどうしたんだお前。心配だからね、うん、あこんにちは。あの一体何なんですか、あの玉子さんの見合いのことって。あじさん、はい、今日のお見合いやめてくれませんか。その玉子さんには了解を得ました。見合いやめるって、その恥ずかしい話なんですが。別に恥ずかしいことはないわよ。でも実はあのうちの行司が玉子さんのことを愛してるらしいんですよ。え、あ行司さんが玉子さんを。ええ、あいつはおとなしくて控えめなもんですから。まあね、男としてはね育児がないわよね。好きだって言えないんだからさ。黙ってろ。あの本当ですか、行司のやつが玉子さんを。行司のやつ、ダメです、絶対にダメです。秋地さん、玉子さんは僕のもんです。子供の時からね決めてるんですよ。あの誰が何と言うと絶対にダメです。やだ、秋地さんも玉子さんの好きなの。愛してます。頼みますよ、そこをなんとか。弟の行司は真剣に玉子さんのことを愛してるんですよ。僕だって真剣なんですよ。いや、兄としてですね、なんとかして弟の気持ちを叶えてやりたいんですよ。僕はね、どうやってもいいってんですか。行司は思い詰めてるんですよ。僕だって思い詰めてますよ。しかしあなた、僕の恋人は玉子ちゃん。キュッ。いや
こういうお芝居もあったんですね。はい、でもね、正直言ってね、僕、お芝居大好きなんですよ。こうやって人と交わるっていうのが。だから、皆さんこうやって、今の小玉さんでもね、そうですし、上手な方がね、周りにいっぱいいらして、その中でね、もう本当に困ったやつだなと思ってね、もうちょっとお芝居ね、できないのかっていうような感じですけど、まあ、あれでも精一杯やった方なんですけどね。でも、純ちゃん愛嬌があるから。ありがとうございます。だから皆さんがね、はい、どうしても純ちゃんがいいって、ま だ, もうね、だから私のドラマはほとんどです。はい、そうです、ね、今 の, 愛嬌とかあるとかね、その一言でちょっと今涙腺が崩壊しそうになりましたね。そうです。もう最近ね、なんかもう嬉しい。もうこうやってね、石井さんとお話してる時間帯っていうのもね、なんかもう僕にとってみると大事な時間であるし、その時にね、やっぱりこうやって優しい眼差し頂戴するとね、なんか知らないけど、なんかあれですね、もうたまらなくなりますね。いや、私今朝ね、うちの母のところへ、今日はママが大好きだった純ちゃんと会うんだよって報告してきました。同じですね。うん、僕もね、ちゃんと今日一杯ね、作って、それでお菓子あげて、石井さんに会ってきますからね。きっと今もうお笑いしながらね、はい、見ててくれてると思いますけどね。だから純ちゃんがうちに来るとすごい喜んでた。 ありがとうございますね。私なんかそばにいなくていいの。いや、そんなことありませんよ。いや、でも今日はね、純ちゃんが来るからね、何食べさせようか、自分ができないのにね、何も私に言うの。そうですね。あんまり石井のお母さん料理しませんからね。あんまりっていうよりほとんどしません。ほとんどできない。ね。だから言うことと食べることはするんですけどね。でもね、愛嬌と言いましたけど、ね、さっきおっしゃってくださったんですけど、僕の愛嬌なんて及ばないぐらいね、やっぱり三馬さんのお母さんはね、本当にもう体中から愛嬌がもう溢れてるという感じで、でもすごかったですね。行くたんびに僕ね、石井さんのお家でお仕事じゃなくて会った方たちの方がすごい多いんですよ。高峰秀子さんとか越路吹雪さんとか皆さん、はい、石井さんのお母さんのことね、おっかとかね、まあとかなんか言ってるけど、それを雰囲気を見てて、あれすごい家だなと思った。でもそういうとこでなんかフレンドシップっていうんじゃないでしょうかね。なんか仲間に入れてもらって、僕もなんか皆さんの空気を感じながらね、あ、その赤坂のお家に行くのが楽しみになったっていうのかな。でもすごい、僕ね、石井さんに一つ聞きたいことがあったんですよ、はい、もういっぱい本出してますけど、最近の本で引っ越しのね話が出たんですよ。石井さんがまだちっちゃい頃に、ね、家へ帰ったら、石井寛先生と、それからお母さんがいなかったと。本当。これ、これ。びっくりしたの。ただいまってたら、ガラーンとして、どうしたのかなって上がったら、全部荷物がないんです。それで、どうしたらいいかわかんなくて。小学校の時ですか、これは。いや、女学校時代だ。あ、渋谷にいたんです。あ、そうなんですか。渋谷の線路沿いのうちに、はいはい、でそこがそこで越されちゃったの。それで誰に聞いたらいいかと思って、うちの父の姉に、新橋に、はい、それで電話をかけて、誰もいなくなって私どこ行ったらいいのって、どうしたのって言って、それで迎えに来てくれて、おばは聞いてたの。これね、すごいことですよね。引っ越しはいいけど、自分の子供は置いてっちゃうっていうのは忘れたって言われた。言うの忘れたっていう、そういう、そういう、すごいですね。僕ね、それ読んでね、もうおかしくておかしくてね。でもね、
お母さんとか石井寛先生をご存じの方だったら、うん、なるほど、納得しちゃうんですけど、なんか浮世離れしてるって言うんですかね。なんか本当に、あ、そういう逸話もね、いっぱいあって楽しいな、とそういうの感じますね。だから私が学校行くときに、お手伝いさんがいないから、はい、本当はうちの母が作ってくるでしょ。うんうん、そしたら、自分は作んないで、自分のコーヒーを、一番初め作るの。だから今でも私コーヒー嫌いなの。そういう伏線があったんですね。なるほどね。でもどうこれ、石井のお母さんってこれなんて表現したらいいんですかね。人間離れした人間ですよね。でもその中で愛嬌があって優しさがあるっていうのかな。皆さんに好かれてね。そうですよね。それはね、やっぱり親子だなと思うのはね、石井さんも同じですよ。いやいや、もう石井さんの優しさっていうのね、これもう一緒に仕事した方はね、わかると思いますけどね、僕ね、つくづく、あ、今の方たち残念だろうなと思うのはね、例えば一緒にお仕事するじゃないですか。そうすると、皆さん、今だと、おはようございますつって仕事終わるとお疲れ様っていなくなっちゃうじゃないですか、帰っちゃって。ところが僕たちの時ってなさ、おはようございますってね、もうポッと顔見るともうみんなが目で語ってるんですよね。これ終わってからどうするのかなっていうような、それはもう全員の 目に出てるわけですよ。本当、うん、今日はもうつったら当然ですってね、じゃあ食事行きましょうか、一杯行きましょうかつって、さあ、石井さんとか行って、石井さん、全員時間がありますので、と、石井さんは、はい、わかった、つって、美味しいとこにね、連れてってくださったり。あの時間がね、やっぱり、多くの役者さんをね、なんか、育てたっていうのかな。やっぱり仕事だけじゃなくて、なんか、こうやってプライベートな話もいっぱい出るじゃないですか。その中で人となりっていうのをね、感じさせてもらったりとか。うちの母は、やっぱり一番大事なのは、人にしてもらったことは絶対忘れん、してあげたことはその場で忘れろ、そういう教育だけはしてくれたの。あ、すごいことですよね。すごいことだと思います。で、自分は全然そんなことしないけどね。でもね、ちゃんといや、してくれてるんですよ。やっぱりお母さんがそういう世界をね作ってくださってるから、僕らも遠慮せずにね、そういう中ですくすくとね、いろんなことを教わりながら育っていったわけですけど、いやー、見てるでしょうね今日は。ね、もういや、純ちゃんと何喋ってんのかなと思ってますよ。でも先ほどね、踊ってるところの写真があったでしょ。あれね、偶然にポーって言ったら稽古を2階でやってたんですよ。その時にポーって顔出したら、そしたら、あ、いらっしゃいって言うんですよ。え、つった、この写真ね。そしたら、え、いや、もう邪魔になるから、邪魔なんで、あなたね、今度うちのね、小唄の会があるからね、出なさいよって。お母さん、僕やったことありませんよって言ったら、大丈夫よ、あんただって歌えるんだから。いや、歌とね、小唄は違うんだって、大丈夫って教えてくださって、それでこの着物ね、これ着物持ってったわけじゃないんだけど、これ石井寛先生のですよ。そしたらね、あるからって、着させてくれて、ボタン帯だってね、自分でできないのかって、もう結んでくれて、それで終わった後に、はい、これ持ってっていいわよつって、石井寛先生にね、ちゃんと OK をもらわないのに僕にくださったんですよ、これ。ね、今でもちゃんと大事に取ってあります。ね、こういう格好はなかなかできない。できないですか。すごい格好ですよね。もう独創的っていうか分かりませんけど、これこの後に藤間の御宗家がこの後振り付けしてくれて、うん、純ちゃんもうこれでいいって言ったら、もう諦めて、なんかOK が出たんですけど、なんかこうやって知らない世界をまた小唄ぶりでもそうですし、小唄でもね、
僕何曲か覚えさせてもらって、はい、どうした少子かってあなたという人ってね、こういうのを覚えたりとかね、一番得意だったのがね、いろはにほへと、いろはにほへと散りぬるお若よたれそうとね、まあ、今もう忘れちゃいましたけど、ほとんどでもそうやってなんかあのお座敷行ったりなんかするときになんか歌わせてもらったりなんかしてなんかいい時間帯を持てたかななんていうの感じで、だからやっぱりこういう機会があったんでやっぱり自分の少しでも身になってるのかなという感じしますね。だから私があの学校があんまり好きじゃなかったんでそれで日本舞踊をやっててそればっかりやってて、だからお前は金食い虫って言われそうに言われたんですか。お金かかって会に出るからそうか、ただじゃありませんもんね、はい、やっぱりね高いんですよね、そうらしいですね。それでほら昔だから特にね、こうやってやっぱりあのこういうものに芸にお金を使うなんてなかなかそんなにみんなができることじゃないじゃないですか。歌舞伎座も出てる、だからスプーンから上がって、はい、煙がお前いくらすると思うあの頃10円っていうのは大変なんですよ、うん、煙だけで、あ煙の中からスプーンで上がってくる、あそれは花道、それから本舞台行く、うん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 、石井さんもでも本当にあの僕あの一緒にねこの舞台踏ましてもらったりなんかするけど踊りはすごい上手でしたね。これもいやいや本当にもう皆さんがあの石井さんとのペア組んで踊りたいっていうぐらいやっぱりあの目指してましたからね、石井さんにそれしか趣味がなかったもう全く踊りしか自分の世界はあの子供の頃からなかった。他の例えばちっちゃい頃あの周りであの何ていうか同級生とかそういう子たちとあんまり交わることもなかった。踊りの稽古で知り合って、うん、あそれであとは踊りにセリフがあるんで、あそれで時はずを習いに、はいはい、あの行ったりして、はい、セリフがある時は 歌でも時はずが一番いいって、うんうんうん、それ言ってた。はあ、でもそれをやっぱり自分のものにしちゃうんだからやっぱり天性ですねこれ。あのこれ学校が嫌いなだけですでもね学校嫌いでも何ていうのかしら人様は大好きっていう感じで、あの石井さんの周りには素敵な方たちがいっぱいいるし、あのこの世界に入った時もね全く別個の世界に入ったわけでしょ、はい、あの芸能関係の会社じゃなくてなんかあのお堅い建築会社か、建築会社入った。初めは、はい、あの長谷川和夫さんの、はい、うちのそばで、はい、あの親子でいたんです、はい、で長谷川由美子さん、はい、船越のお母さん、はい、もう綺麗な方ですね、はい、それに随分面倒見てもらった、はい、だけどお小遣いもうちはくれなかったからそれでどうしたらいいかなと思って新聞を見たらあの日本電検っていう建物があって、はいはい、そこへ応募したら受かっちゃったの。それでそれは日本電検でもやっぱり部署がいっぱいあるでしょ、それであの初めは歌舞伎町の営業所だった、うん、新宿の、はい、ちょっとどうなのかなと思ったら社長がずっと営業所を回ってる、はい、それで私の履歴を見て本社へ行け、はい、それで今のヤマハの銀座の、はい、あの一つ裏のところに本社があって、うん、そこの宣伝へ移された。宣伝ですか、宣伝部、はい、それであの部長と課長と二人っきりなかった、はい、宣伝部に。石井さんまでると3人。それであのラジオのスポンサーだったんです、はい、ラジオ東京の、あの今の TBS ですね、前身、はい、のラジオと、はい、それでラジオの担当で行ってていろんな企画のことを相談されて、うん、でその
のディレクターが僕ね左遷されちゃったよって言う。どうしたのってテレビ行くんだよ。だからあの子はテレビ行くってのは左遷だった。それで あそうって言ったら、まあ、テレビがだんだん始まって、あのスポンサーのくせにいろんなことを知ってるのがいるから、うん、ちょっと呼んだらどうかって、うん、それでテレビのスポンサーにもなって、それでやってるうちに TBS の社長と日本電機の社長が話し合って、うん、両方やるよ。日本電機にもいながらあの TBS の仕事もしろと、これすごいハードじゃないですか、はい、ね、でもそのハードの時やっぱりどちらがなんか自分に向いてるなんてありました？あんまり考えられなかった。考えてる時間もなかった、ね、うん、でもその中でやったら間にこうやっていろいろ番組の方石井さんになんかもうちょっとこういうことできないかなんていうようなことでだん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 、 そうなん、うん、それで社長同士の話し合いで、はい、TBS の社員になった、うん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 、それでその時からもうすぐ東芝日曜劇場に入っていったわけですか？なんかね他のことやってながら日曜劇場単発ちょっとずつやった、うんうんうん、それでその担当がまた変わったんで私がそれをやるよ。ああなるほど、そういう時あったんだ。運が良かった。だからいい、またチャンスっていうか、ね、その一作目が橋づくし、はい、香川京子さんたちが香川さんと山田一通さん、そうです、山田先生ですよね、京塚さん、ああすごいメンバーだな、渡辺美佐子さん。これってもう石井さんがこれはプロデューサーですかディレクターどっちですか？これプロデューサーです。私ディレクターやってない。あ、東芝日曜劇場やってない。あ、そうなんだ。あ、それであれやっぱり出演交渉するわけですよね、はい、皆さんに香川さんは香川京子さんも石井さん昔からご存知だ、ね、知ってるんです、新東時代。でも山田先生とかそういうのっての初めてお会いするわけでしょ？すっごく追っかけた。ちょっと待って。ああ そ, うそれで渡辺美佐子さんもそうなん、これどうやって説得するんですか？お願いします、一点張り。そう、もう何回も何回もこういうドラマなんでやっていただけますかって。あの頃はもうどんな風に映るかわからないっていう時代なんで、あんまりみんな乗り気じゃなかった。ああそうなんだ。だからもう暗中模索でなんかその中でまあどうかなと思いながらも、でも実際に出てみて皆さんいい反響があったりとか、それであこんないいものが作れるんだなっていうね、皆さんその時感じたと思うんですよね。なんかねそれからずっとやるよ。すごいことですよね。それからずっと続いて、石井さんはすごい記録を持ってらっしゃるの当然分かってると思いますけど、ギネスで3つぐらい持ってますよね。これ最高プロデュースですか？最多、それから最高齢っていうこともありますし、だからどん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 やっぱりこうやって毎年更新していきますよね。いや分かんないです。いやいやいや、そうですよ、すごいことですよね。まずこうやってものづくりをやってる石井さんですけど、やっぱり作る時のやっぱりベースって何ですか？やっぱり石井さんが一番ものを作る時にこれを大事にしてるんだっていうのは。心。お話は続きます。後編をお見逃しなく。